ビエドマとカルメンでパタゴネスの双子都市リオネグロ川に架かる双子都市を結ぶ橋ビエドマはアルゼンチンの都市人口47,246人リオネグロ州の州都であるネグロ川の南岸に位置し大西洋からは川を 30km 遡った地点に位置する首都ブエノスアイレスからは国道3号線で 960km 離れた地点にある ビエドマは川の北岸にあるブエノスアイレス州のカルメンデ・パタゴネスとは双子都市を成している。ビエドマはパタゴニアで最も古い都市の一つであり、フランシスコ・デビット・マワイのルバスによってヌエストラ・セイニオラ・デル・カーメンの名で1779年4月22日に建設された。もともとカルメンデ・パタゴネスとビエドマとは一つの都市であり、カルメンデ・パタゴネスと呼ばれていた。 最初にフランシスコ・デビット・マワイのルバスによって、砦が作られたのは、川の南岸、現在のビエドマであるが、数年後に破壊され、再建された砦は、川の北側、現在のカルメンデ・パタゴネスに移設された。この砦は長期間存在し、現在でも塔が残っているほどである。この砦を中心に町は発展し、やがて川を越えて、現在のビエドマまで町が拡大した。 しばらくして川を境に町は分割された。フリオ・アルヘンティのロッカ大統領の時代、1870年代の砂漠の征服によってアルゼンチンの領土はパタゴニアに大きく拡大し、この町はアルゼンチン領パタゴニアの首都となった。やがてパタゴニアは分割され、リオナグロ地区が成立。初代知事だったアルバロ・バロスは1879年に この町の名をビエドマイと改名した。1900年の洪水時には、リオネグロの首都は、チョレイチョエルへと一時移されたが、すぐにビエドマイと戻された。1980年代後半、当時の大統領である、旧新市民同盟のラウル・アルフォンシンは、首都移転を唱え、ブエノスアイレスからビエドマイの首都移転法案を、国会に提出した。1987年にこの法案は会員を、 通過したものの上院が可決せず廃案となった。ビエドマを中心とするネグロ、川下流域のの経済は牧畜が中心であり、紫馬小屋市や,や玉ねぎ、とうもろこしなどが栽培されている。しかしながら、ビエドマの最大の産業はー都であること、つまり行政都市としての経済活動が最も大きな割合を占めている。 市内中心部から6キロメートル離れたところには、ゴーベールなどカステロ空港があり、ブエノスアイレスやバリローチェ、ネウケン、プエルト、マドリン、トレリュー、コモドロリバダビア、マルデルプラトなどの国内各都市にフライトがある。空港の年間利用者は3万人に上る。街から3 0トル下流には、大西洋があり、エルコンドルビーチリゾートがあって、多くの観光客が訪れる。 この街はステップ機構である。ありがとうございます。